速報、 U23 日本代表 U23 カタール戦ゴールキーパーが退場。これは足が不自然だったね。スパイクの裏だったし普通に痛そう。細谷が接触を避けるために止まったからこのプレーが生まれたよね。 VAR がしっかり見てくれてよかった。カタールのホームで雰囲気に飲まれない主審ナイス。今大会で細谷が一番活躍した。